さあ、この組の次が最終組の 800m ということで、今横田コーチが準備しております。チリもなかなか見ることないと思うんで、僕も今回は勉強というか次の再戦に向けてちょっと分析したいと思っております。日本記録保持者の川本君、彼のいいシーズンをアシストできる、そして若手の選手も来てくれて頑張ります。楽しみにしてます。最終第15組に記録しました。1分45秒75になっております。さあ、ということでね、横田コーチが PM ということで、靴もガチということですね。宮古島で一緒に流しした時にあのシューズを履いておりました。非常に走りやすくていいそうです。黄色のユニフォームが日本記録保持者の川本さんです。川本さんもね、この大会に結構合わせてるんですかね。ちょっとお話はまだ聞いてないんですけれども、まあ、でもさっき横田コーチがいいシーズンインを、送ってあげたいと言っていたので、かなり記録には期待できるんじゃないでしょうか。では 800m 見ていきましょう。男子 800m 競走最終第15組、それでは出場する選手をご紹介いたします。レーン内側より大木くんフォルツァ、浜松くんドラゴンズ、川本くん鈴木、源くん環太平洋大、石川くん横浜国立大、桜井くん聖光、飯浜くん立教大、中井くん環太平洋大、横田くんトゥーラップス。以上、最終15組9名の出場です。大山、最終15組スタートしました。11、12、13、12秒8。さあ、始まりました。男子最終組 800m、先頭がですね、今川本さんが出て、でその前に横田コーチが出ました。さあ、200m、25、26で通過した。多分25秒いくつかで通過したんですけども、横田君が引っ張ります。さあ、横田コーチが先頭引っ張って、その後ろには川本さんがついているという形ですね。36、さあ、風も、それほど強くはない感じですね。12秒5。さあ、まもなく1周 400m を迎えます。まもなく1周 400m。 さあ、ただいま48、49、50、51、50、ペース通り、ペース通りですね。さあ、残り1周、日本新記録ペースいっている。さあ、川本さん、ここからの残り300。さあ、もしかしたら日本記録がこれは出るんじゃないか。さあ、1分6秒5、10秒に。さあ、ラスト。さあ、ここからラスト200m です。1分21秒20秒5、14秒0。残り 200m、 1分45秒75です。さあ、これは、おっと、後ろから追い上げている選手もいますけれども、川本選手、日本記録保持者の意地を見せるのか。さあ、残り 100m、 ラスト 100m、 1分40秒、ただいま1分40。さあ、ラスト43、44、45、46、47、48、49ぐらいですかね。いや、かなりハイレベルなレースでしたね。1分48秒台が出ました。男子 800m 競走最終第15組、
いやー素晴らしいですしね。カモ選手第2番ということで、約束を中井君、私と引っ張ると。4着以下はスクリーンをご覧ください。さすがだなと思いました。この後、まあ、こう言ってる間にもうそろ僕の時間がやってくるんで、もうそろアップに行こうかなと思います。以上 800m 最終組でした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。